さあそれでは今日も妖怪学園 Y ワイワイ学園生活のタイムアタックやっていきましょう。マタロウがねここで一人で戦うんだよね。で変身できるのはまだ先だよ確か。シャイまだ変身は先だけどもとりあえずパーティーには入ることができるようになったんだな。よしじゃあ今日も大急ぎでクリアしていきましょう。次は学園七不思議をスタートさせるっていうことね。オッケーオッケー、いきましょう。最初は何から行こうかな。別に何から行ってもね良かったと思うし、あれ保健室もう一個先か、ここだったか。はいはい、何から行こうかな。あ、ここでラント君登場か。でも仲間になるのはまだ全然先、いや全然でもないか。あ、いや結構先だわ。うん、結構先だった気がする。じゃあ早速学園七不思議やっていこうぜ。あと6個ね、やっていきます。まずは巨大サラリーマン宮沢さんからいきます。お、41か。ちょっとさっきまでのワンパンツーパンで倒せる敵とは若干変わってきたね。でもまあこの七不思議までは全然いけるね。でもレベルがさ上がりそうな気もするんだよな。レベルがこれがねちょっとまずい。120以上になっちゃうと良くないんだよね。まだワイドロップももらえてないから、なんでまあそうか、明日あれだね、日付が変わってからやったらいいか。日付変えてそこで一回、そうね、一つ二つぐらいは解放できるかな。これぐらい解放してやるとまあいいか。ほんとこのメインクエストでのもらえる経験値ってめちゃくちゃ美味しいからね、ここを損しないようにレベル上限は解放していかないとね。あー、ミスった、道ミスったけどいいや。ソルパックン、お前の時間だ。はい、あ、いやいや後半いすぎてなかなかあれだったね、受けれなかったけども大丈夫。バケラそのくらいかダメージ与えるの。そうか、まあレベル低いからね。よしよし、まだ全然ゴリ押しが効く、ゴリ押しが効くからまだ余裕。あ、そうか、変身もワイルドボーイにして装備品をクラフトできる、あのレベル200ぐらいのやつ、あれつけちゃいいか。あ、そう、エンマ手形でクリアして、あのエンマの剣をベニマルに装備させるっていうのもいいよね。まああとあとそういう感じにやっていこう。そして宮沢さん登場、さっと倒しましょう。ここは攻撃力とか関係ないからね、若干時間かかるっていうのが嫌なところ。でもいいや、だい全然ガードしなくていいか。でもなんかねついついガードしちゃうんだな。はいはい、ガードした方がまあまあいいね、もらえるからいいか。おっとっと、あたー、よし、あ、結構いいね、ここもらえるかもしれない。はい、フィニッシュ、ここで221、なかなかもらえてるよ。うん、序盤にしてはなかなかいい感じだと思う。トウ
Y。 いいねいいね。あ、でも1とかしか映んないのか、一発攻撃して。あ、でもそれはそうか、後からでもそんぐらいだったね、確か増えるのは。むしろこのガードした時のポイントが大きいから、そこで増やしていかないとね。はい、必殺技当てたとしても1ポイントの武器があるから。ガード、いいよ。しゃあ、まあ400ぐらいか。最初はね、このいいね集めって重要だからね。ワイドロップを集めていこう。それでは学園七不思議最後の一つ、トイレの花子さん、まあ行きましょう。相変わらずね、陣平の人間状態での通常攻撃、これが強いね。でも一応ちょっとではあるけども、ベニマルも使えるようにはなってきた。うん、ちょっと装備が変わってきたけどね。これはまずいぞ。おっしゃ。で、今どんぐらい、何時間ぐらいだろう。うん、最初の七不思議でだいたいどれぐらい時間かかるんだろうね。ここを2時間ぐらいで行けば次の七不思議を、3時間半ぐらいクリアすればいいか。うん、まあどんぐらいだろう。クリアしてから時間を見てみましょう。今最初に経験値ボール、あれでレベル上げたっていうのは結構でかいね。簡単に敵が倒せるようになるんで時短につながっています。早いよ。おそらく前初めて来てる時とかは攻撃力がねそこまで高くなかったろうから倒すのにね結構時間かかったっぽいもんな。おっしゃー、ありがとう。だいたいね60後半ぐらいで来る場所みたいだからそんぐらいで来てたんだろうね。あー、もう逃げし、オーケーオーケーオーケー、コマくんナイス。行きましょう。危なかった。すっぽんのところじゃなくてよかった。これはまずいぞ。すっぽんのところでさらに雑魚敵が出てきた時とか、もう鬱陶しいもんね。あそこには当たりたくないな。あー、これレア敵いるもしや。あ、いないか。リガースが重なってただけか。ちょっと待って、こんな、キュービ先輩とコマくんが腹減ったままだ。あー、そうか、手持ちが少ないんだね、装備してるやつの。だからか。うーん、やっぱ最初のうちはそういうのも気をつけていかなきゃいけなかった。そうだわ、結構注意していかないと経験値もったいないんだよね。倒した時に半分ぐらいしか入らなくなるからもったいなかったんだ。よし、これは楽勝、これは楽勝だ。ヘイで、花子さん、花子さんも最初戦った時ね、こいつは強えなと思ったのよ。でも慣れれば全くなんてことないけどね。はい、スケープ。慣れれば全く、最初はね、あのビームの避け方がねちょっと難しいなと思ったけど、もう分かってしまえばなんてことないもん。オッケー、ダメージ入る入る。オッケーオッケー、いいよいいよ。ガシガシ行こう。もう少し、もう一押しだ。頑張れみんな、これ倒したい。当たってない、これ倒しときたいぞ。よっしゃ、ナイスで、花子さん撃破でレベル95。パワーサイトは2つね解放できたのよ。だから160まではいけるってことね。うんうん、まあ、とりあえずのところはいいんじゃないですか。なんとく仲間に、いや千秋仲間にするぐらいまでは
この感じでいいか。はい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 、七不思議全部おしまい。ここでどれぐらい時間かかってるのか見てみよう。次は何だったっけ、地獄アサシンとかその辺か、あいつらだよね。うん、ラント君が途中で仲間になる感じ。 Y サークルも行くよね。あ、あ、今から Y サークルか。で、ラント君が仲間になるわけだ。OK、OK。わかりました。では、セーブしてみましょう。2時間1分ね。今、2時間1分。です。はい。では、次はここからスタートしていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。